文化系トーク YouTube グランパンパースです。皆さんね、うっちゃんなんちゃんはご存知ですか？ご存知ですよね。まあ大体の方はご存知のはず。若い方でご存知ない方いるかな。でもさすがにうっちゃん、内村さんのことは知ってると思う、南原さんもね。で、彼がですね、BE:FIRST の名前をいきなり出しまして、それがもうびっくりしましてね。で、まあ話題にもなりました。イッテ Q という日テレでやっているバラエティ番組ありまして、結構長寿番組ですけど、ロッチの中岡さんも出てまして、ロッチの中岡さんはね、この間の、ラブミュージックでもね、トーク BE:FIRST がライブをやった時の回で、トークで中岡さんとコカドさんが出てました。はい、私はロッチさん結構好きなんで、まあなぜ好きかというとね、まあ前ちょっと追ってたアイドルグループのお兄ちゃん的な役割をやっていた時期があって、そのアイドルグループはちょっといろいろありましてね、そのロッチさんもせっかく頑張っていたのにっていうところもあったんですが、と、ね、こんな愚痴を言ってもしょうがないですね。内村さんの話をして、いい感じの話をします。イッテ Q でですね、結構あれはいろんな企画をやっていたり挑戦をしたりしている番組だったりするわけですけど、ダンス部というね、ダンスをやるっていうことで、ダンス部を結成するっていう形の話でして、で、それで思い出すのがね、ウリナリっていうね、バラエティ番組が昔あったんですけれども、それでも社交ダンス部っていうのがあって、あれもまあかなりがっつりとやっていたのを思い出しますね。はい、内村さん、南原さんもそうだけど、内村さんはそういう挑戦みたいなものがね、もうベテランになってね、大御所になってきて、もういつでもでも似合うっていうところがあってね、非常にね、私も大好きな芸人さん、タレントさんの一人でございます。はい。で、内村さんがいわゆるダンス部を結成した時に、あれなんですよ、BE:FIRST の名前を出したのは、ダンス合宿っていうのは、大体この富士五湖でやる、富士山の麓でやることが多いっていう話で、BE:FIRST も、いわゆる山中湖の近くでやったっていう話をしてました。だから、俺たちは河口湖でやるみたいな感じの話でね。いきなりね、イッテ Q 見ててね、普通に見てて BE:FIRST の名前をね、出してくれたっていうところで、これはたまたま見ていたザ・ストミンの方だったりとか、それからベスティの方嬉しかったんじゃないかなと。それからやっぱり富士五湖周辺というとね、合宿の場所ですから、それにね、内村さんのような大御所のタレントさんでも普通に BE:FIRST っていう名前をね、出してくれるっていうところが非常にいいなと思います。はい。で、イッテ Q 見逃しちゃったよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、おそらく私の番、動画見てくださってる方の、中には違う方もいらっしゃるかもですが、大半の方はおそらくはザ・ファーストをね、今見てらっしゃった方が多いかなと。で、今のギフテッドデイズも含め見てらっしゃる方がね、多いかなと思うんですが、ご安心いただきたい。イッテ Q は日テレさんのバラエティ番組ですから、Hulu で見ることができます。はい。ちなみに本当に先ほど見つけたばっかりで、12月5日の放送、最新放送ですね。私も触りだけ見ただけですが、明日仕事早いんで、イッテ Q に関しては後から見ようかなと。別に BE:FIRST が出るわけじゃないんですけどね。BTS の名前も出てまして、BTS に並べて、あえて BE:FIRST を出してくれたあたりも、ちょっと何か私としては嬉しかったりするんですがね。これは私だけかもしれませんが、はい。そんなことを思ったりもします。はい。本当に BTS のように、ワールドワイドグループになってくれることを大いに期待をしております。はい。そしてね、時間がないものでラジオ配信が続いてまして申し訳ございませんが、下にずっとある通り、ギフテッドの話もございます。ギフテッドが本日、すでにもうそこは超えているはずでございますけども、1110万再生、はい。1111万回再生がね、できましたと。1がたくさん並んでて、非常にね、BE:FIRST には似合っていると。この状態をスクショできた方がね、たくさんツイッターに上げてました。他の方のやつなので、ここに画像としては載せませんが、上げていらっしゃいましてね。私は残念ながらこれは無理でしたかね。1111万回再生ね。これ次行くときはどこで行きゃいいのかなって。でももうあれか、その次行くと、それこそ、1億回とかに行くわけだから、こうやって並ぶってことはなくなっちゃうか。でもとにかくこれが、スクショできた人はきっと運勢がいい感じで開けるんじゃないかなと思ったりもします。で、さらにこれでトレンド入りもしてましたね。ギフテッドと BE:FIRST はトレンド入りしてて、一体なんだろうなと思って、10万件ツイート以上があったからね。でもベスティって本当にすごいっすよね。このいわゆる再生回数が
1110万回再生に至っているその一点だけで、要するにあのギフテッドとビーファーストをトレンド入りさせるっていうほどの力を持ってるってわけですからね。でもベスティは本当にあのすごいネットの中で力を得てきてます。でやっぱこれだけ力の強いファンダマになってくるので、やっぱりいろいろとね、私たちとしてもまあ気を引き締めたりとか変な行動とかはしないように、改めてあのそういう風に気をつけなきゃいけないなっていうのも、私としてはあの身を引き締める思いでいますよ。はい、そんな感じです。まあ私の個人的意見ではございますが、はい、まあ、とにかくね、本当にあのベスティっていうファンダムがすごくね大きくなってきて、これからもさらに大きくなっていくでしょうし、本当にありがたいことですね。でおそらくはザ・ファースト最初から見ていた人たち、私も含めですけどもね、私たちは最古さんですよ。これは本当に誇りに思っていいと思いますよ。まあつまり最初は何しろね、誰も注目を残念ながらしていなかったあのザ・ファーストっていうオーディション番組を、あの最初の段階だったりとか途中の段階からであのそう注目をし始めたっていうところで、それだけでもあの見る目があったっていうことですから、その自分のあの目っていうね、あの2つの目というものをあの褒めてあげてもいいし、それ1点だけでも自信を持ってもいいんじゃないかとすら私は思っています。で今ちょうどね、イッテ Q に関するツイッター見てるんですけど、あのイッテ Q でソータのスタジオ出てるって話で、ソータくんがいたスタジオっていうことでしょうか。いやそれがまあすごいなと。ちょっとイッテ Q 見たいけどね、明日仕事早いんでね、後でまあ明日以降見ようかなっていうふうに思います。まあ、とにかくあの内村さんが BE:FIRST っていう名前を出してくれたのが、ギフテッドの MV1110 万回再生突破した日っていうこともあって、これもまたちょっとねいい感じなんじゃないかなって思います。なんかこう内村さんっていう存在がね、なんか運が開けるような感じのイメージが私として勝手に思っているっていうね、うん、そういうこともあるんですよね。ある意味内村さんっていうのはすごくああいうおじさんになれたらいいなっていうふうに思う目標の人でもあるっていうね、まああんまり語ったことはないですけども、まあ、そんなことを思いました。はい、でねギフテッドに関してですけど、あの皆さんご存知の方、ご存知ない方いらっしゃるかもしれませんが、あの大の字さん、吉本芸人の大の字さんがあのギフテッドのレビューをしてくれてるんですよ。まあリアクション動画っていう形なんですけど、まあそうですね、あの本当にこの2人って音楽好きなんだなって思うのと、なんかね本当にこれすごいです。私が説明するよりも見ていただいた方がいいと思うし、 INI とかあのジャニーズさんとかについてもその言及してくれた上で BE:FIRST をフラットに語ってくれていますし、ね、吉本芸人さんだからね INI とか JO1 の方かなって思いきや、あその理由についてもあの動画の中で述べてるんで、これ私が言っちゃうと面白くなくなっちゃうんでね、ぜひあの大の字さんのねリアクション動画見てみてください、ね、内村さんといい大のじさんといいね、あのベテランの芸人さんタレントさんが BE:FIRST の名前を出してくれて、大のじさんに関してはね動画まで上げてくれてる、大のじ中学校っていうやつで上げてくれてるんでリンク貼っておきますんで、いやこれねマジでおすすめですよ。あのまだ見てない方ぜひ見てください。はい、そんな感じでした。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。ほんとみんな BE:FIRST とか BMSG がね好きになってくれてね、私も嬉しいです。皆さんもきっと嬉しいと思います。はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパスでした。